陸でも雪降んやな。おはようございます、今日は旅13日目ですね。今愛媛県の風早の里っていう道の駅で、います。砂浜がすぐ近くにありまして、すごくいい雰囲気の道の駅になってます。で、車も少ないし、すごくよく眠れました。寒くもないですしね、はい。で、今日は朝から早起きしまして松山城の方に行こうと思ってたんですけど、朝起きてあいにくの雨模様ということで、ちょっと松山城に行っても楽しくなさそうなので、今日はもうそのまま四万十川の方に向かいたいと思ってます。バースも私も体調は万全です。美味しいものもいっぱい食べてたくさん寝てますので、元気いっぱいです。ただ家の布団がちょっと恋しくなってきましたね、やっぱりね。でもまあまあ、もう旅も後半でもうすぐ家に帰れるので、もう少し頑張りたいと思います。はい、それでは原田雅香とバースが行く日本一周軽太郎の旅、本日も張り切っていきましょう。えいえいゴー、よろしくお願いします。おっと、トンネルの出口雪になってますね。四国でも雪降んやな。あー、雪降ってるけど積もらへんな今ね。道の駅美馬というところで、昼食を食べてきました。たまたま入ったらバイキングが、ランチバイキングみたいなのがあって、1100円でちょっと高いかなと思ったんですけど、まあまあいいかなと思って食べました。ランチバイキング、このね、こういう旅をしてるとね、特に野菜不足なんですね。バイキングなんでね、野菜山盛り食べてきました。すごく優しい味で、特にねご飯が進むようなおかずはあんまりなかったですけど、あの八宝菜とかビーフンとかね、あとちょっとほうれん草を炒めたようなものもありましたね。ああいうのをちょっとたくさん食べてきまして、すごく美味しかったです。なんかおばあちゃんの味というか、こうほのぼのとした味でしたね。いやいや満足しました。ただこれ悪い癖でね、貧乏症の私としてはどうしても食べ過ぎるんですよね。もう最後デザートを食べれませんでした。もうデザートの分までお腹残しといてよかったんですけどね。もうお腹いっぱい、もう美味しかったです。ごちそうさまでした。四万十川で遊ぶバースです。めっちゃいいロケーション。バース、何してんの？おしっこしてんの？四万十川で遊ぶバースです。やった！行った！お前好きやな！
行くか、寒ないんか、寒ないんかお前。よいしょ、今日はここで泊まります。最高のロケーション、四万十川。マジか、最高やな。おい、これはいいよ。はい、うまそうにできました。はい、ご飯、それと酢の物ですね。タコの酢の物買ってきました。はい、じゃあいただきます。はい、原田雅香です。現在四万十川にいます。で、今日は松山から移動しまして四万十川に来ました。で、松山城をね、本当は見学したかったんですけど、今日はね、あいにく雨がね、結構きつかったんで、松山城を泣く泣く諦めまして、早めの移動をかけました。はい、なので、早めにね、四万十川に着いたんですけど、これがね、またね、良かったと言いますか、まあ、普段、まあ、ほとんどが、僕は道の駅に、止めさせてもらってるんですけど、今日はね、時間があったので、ちょっと四万十川周辺をね、ちょっと車で走ってみたんですね。すると、もうすごい広い河原がありまして、で、そのすぐ近くに鎮火橋がありましてね、もう景色がめちゃめちゃ綺麗なんですよ。バースも喜んで走り回ってましたね、水の中入ってね。で、もう今日はね、そこで泊まらせてもらおうと準備をしてたんですけど、ふとね、ちょっと見上げると、水道とトイレの設備があったんですね。で、よくよく見てみると、そこはキャンプ場でね、看板も何にもない、管理人ももちろんいない、キャンプ場で箱が置いてありまして、いくらとは書いてないんですけど、協力金みたいな感じで書いてありましたっていうキャンプ場です。名前ももしかしたらないんじゃないかな。もう気兼ねなく今日は止めさせてもらおうと思ってます。で、夜になりましてね、ちょっとびっくりしたのが、真っ暗なんですよ。もう真っ暗、もう街灯もないし、光が全く見えないです。で、たまに見える光は車のヘッドライトぐらい。こんなとこあるんですね。僕もね、結構な田舎に住んでるんですけど、こんなに真っ暗なところちょっと知らないですね。で、真っ暗ということは、ちょっと怖いっていうのもあるんですけど、外に出てびっくり。星がもうめちゃめちゃ綺麗。もうすごいんですよ。今までね、沖縄で見た星も綺麗でしたね。ナキジンっていうところで見た星も綺麗でした。あと、ネパールのポカラっていうところでね、見た星も綺麗でしたね。そのポカラっていうのはもう、泊まったね、1週間ぐらい、ずーっと停電で、で、周りに電気がなくてね、綺麗やったなーっていうのもあったんですけど、今日の星はね、これまたその、どれが一番、コーツつけがたいな。もう負けず劣らず綺麗な星ですね。山がね、ある、すぐ近くにあるので、空自体はそんなに広くないんですけどね、なんやろな、星がね、一つ一つがくっきりと見えると言いますか、空気が澄んでるんですかね。めちゃめちゃ綺麗です。ぜひ見てもらいたいですね。だから今日はこの星の綺麗なところで乾杯。
川の音を聞きながら寝たいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしも気に入ってもらえたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではさよなら。